皆さんこんにちは、まるさんです。4月から別のチャンネルでね、 YouTube 動画をいっぱい上げるということを実は考えておりまして、自分のチャンネルでもですね、ちょっとリハビリを兼ねて YouTube 動画を撮っています。今日紹介するのはこれなんですよ。セブンイレブンの冷凍食品の今川焼き5個入り、北海道十勝産小豆の粒あん仕様今川焼き。これね、地方によってはね、あの大判焼きとかね、自慢焼きとか言うんですけど、何がすごいかってね、昨夜買ったんですよ。昨夜買って自然解凍で今朝食べようかなと思ったらですね、見てこれ、このパンパン、ほら、もうね、すごいの、もう膨れ切ったアルミバルーンだよね。こんなになってるよ、こんなの。実はこの動画を撮っている場所が標高1165メートルの場所でございまして、まあ、そこに来るとですね、あのまあ解凍してね、中の気圧も変わってきたのかなと思うんですが、こうですよ、もうほら、ここだと北海道十勝産小豆、ちょっと足を、まあ、こんなパンパンになってます。これをですね、爪楊枝で開けてみたいのが、どこがいい？じゃあ、このセブン、この、どこどこ、いきます。いきます。5、4、3、2、1。ぐしょぐしょになります。さっきの、まあそうは言ってもね、結構ボリューミーなので、ありがとうございます。結構いい感じですね。やってみましょう。ここでこの辺もね、よく言われるんですよ、あの標高の低いところからあのポテトチップスを買ってきて開けると、あのいつの間にかね、パンパンになっているというやつでございまして、美味しそう。ほら、ちょっと真ん中焼いていただきます。うん、なかなか美味しい。というわけで、横の低いところに完全密封のポテトチップスとかね、冷凍食品とか持ってると結構袋がパンパンになるということを改めて感じました。美味しい。というわけで、気圧の実験なのかな、分かんない。や、こんな身近なところで、いろんな実験ができると楽しいなと思いました。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。